私に任せてください。怪我をされた方はいらっしゃいますか？私がすぐに駆けつけますよ。最高のご奉仕をお約束し、ご主人様へのご挨拶といたします。試練が怖いとき、苦難に負けそうなとき、私が一緒に立ち向かってあげましょう。小さいからって舐めないで。将来性はものすごいんだから。自警団任務の延長ですね。トリニティの安全のためならいくらでも協力します。ミレニアム学園、音瀬小玉。先生の声が聞こえたのでここに来ました。これからすっごく面白い物語が始まるよ。本の中の物語のように私たちの物語が始まります。それで今から何をすればいいの？